市の新しい会食スタイル。おしゃべりマスク、マスク入れの導入をしています。入り口には消毒液、体温測定器の設置をしています。会計場所には仕切りを設置しています。2メートル以上のついたてを設置しています。座れる席を減らし、スペースを確保しています。入り口をこまめに開けて換気をしています。店の入り口にはマスク着用をお願いするメッセージを設置しています。カウンター席にはアクリル板を設置しています。お客様の距離を取れるようにテーブルの配置を変えています。窓や扉を開けて定期的に換気をしています。アルコール消毒液をポイントごとに設置しています。開店前にスタッフの体温測定を毎日実施しています。当店では店員全員で、マスクをし感染予防に努めております。またおしゃべりマスクをお客様に配布し、美味しいお酒、お料理を楽しんでいただけるよう用意しております。ぜひとも、お越しください。コロナに負けないよう頑張ろう。皆さん、コロナ対策を考えました。名前はおしゃべりマスクです。使用方法をお教えしましょう。お食事中マスクを外したときに、お話するときには口元にお当てください。飛散防止になります。皆さん、コロナを乗り越えてまいりましょう。みんなで守って静かに楽しく会食しよう。好きです。私の須賀川。